セレナーデは、ジョージ・バランシンが、ピョートル・チャイコフスキーの、弦楽セレナード波長調作品48を使って1934年に、振り付けた一幕のバレエ作品である。バランシンが渡米後の初作品として振り付けたもので、彼の代表作として人気が高く、ニューヨークシティバレエ団の高級レパートリーに入っている、ほか。 各国のバレエ団で上演されている。1933年末にスクール・オブ・アメリカン・バレエが設立され、1934年1月1日には30人の入学志望者の中からオーディションで25人が選ばれて正式に開校した。バランシンは上級クラスのレッスン用にこの作品を構想した。彼の目的は生徒たちが学んでいる各種の基本のパが、 振り付けへの手腕によって単なるエクササイズからどのように作品として変貌を遂げるかを実感させることにあった。バランシンはチャイコフスキーの弦楽セレナード波長長作品48を使って作品の振り付けを開始した。振り付けを始めた晩のクラスには17人の生徒が出席した。次の晩のクラスには9人、その次の晩には 生徒の数はさらに減少して6人になったが、バランシンはその時出席していた生徒の数に合わせて振り付けを進めていった。男子生徒がクラスに来始めると彼らの出番も作ることにした。作品のある部分で女性ダンサーが舞台袖に走り去って素早く退場する場面で一人の少女が転倒して泣き出してしまった。また別の番には、 一人が遅刻して教室に駆け込んできた。バランシンはこの二つのアクシデントを取り入れ作品を組み立てていった。完成した作品の初演は1934年6月10日にニューヨーク州ホワイトプレインズ郊外にあるフェリックス・ウォーバーグの指定でスクール・オブ・アメリカン・バレエの生徒たちの出演により行われた。この時は限られた招待客のみに披露され、 正式に上演されたのは、同年の12月8日、コネチカット州ハートフォードにある、エイブリー記念劇場だった。1935年3月1日には、スクールオブ、アメリカンバレーの卒業生が結成したプロのバレー団、アメリカンバレーによって上演されている。この時は、バランシンの旧作2作と、セレナーデを含む新作4作を上演した。アメリカンバレとバランシンの新作は、 一般の観客にも評論家たちにも大した評判は得られなかった。当時の著名な舞踊評論家、ジェームズ・マーティンは、恐ろしく内実の乏しい作品とまで評していた。その後評価は上がり、モダンダンスのパイオニアの一人として知られるマーサ・グレアムは、思いのままに複雑さを操っていくことができる真の巨匠だけが持つ単純さと称賛した。 バランシン自身も1959年にニューヨーク式バレエ団がこの作品を上演した際に25年も前の作品にしては今見ても悪くなかったと発言を残している。セレナーではバランシンにとって原型とも言える作品で折に触れバランシンはこの作品の改訂を試み、幾人かの役を統合してみたり、一つの役を拡張したり、いろいろな要素を付け加えたりしていた。 あとに、世界各国のバレエ団がこの作品をレパートリーとして取り上げ、その数は50以上に上っている。作品は、チャイコフスキーの原曲と同様に、四部で構成されている。ただし、最後は、悲しげな余韻を持って終わらせたいとするバランシンの意向によって、原曲の第三楽章と第四楽章の順序が入れ替えられ、次のようになった。1。 ソナチネ形式による、断章。2、ワルツ。3、ロシア的。主題。4、エレジー。幕が開くと、青い月明かりの夜を思わせる穏やかな照明の中、17名の女性ダンサーが舞台上で対角線上に整然と並び、右手を高く上げて静止している。彼女たちは、全員が薄い水色の袖なしレオタードに、 同色のチュールツの長いスカートというお揃いの衣装を着用し、足先は6番ポジションを取って静止している。曲が始まると同時に、足先は反転して、バレエの基本である1番ポジションとなり、踊りが始まる。途中、一人の女性が遅れて登場して、軍部の中に自分の居場所を見つける場面や、男性が登場してのパドゥ、別の女性が舞台上に倒れ込む場面などを織り込み、 もともとが生徒の授業用の作品だったために、高度な技術の見せ場はないものの、音楽に高応した機敏な動きや、軍部の素早い出入り、統一されたアンサンブルなどが見どころとなる。筋のない作品ではあるが、男女間の微妙な感情の流れや終盤に一人の女性が男性たちに高々かかトリフトされて、舞台袖に消えてゆくシーンなど、観客にいくつかの物語を暗示する。 ただし、この作品の本質は暗示される物語やエピソードを観客に示唆することではなく、最初は未熟なダンサーたちがバレエの技術を習得していきながら洗練され、変貌を遂げる過程を見せることにある。月明かりのような照明やバランシンがその作品中で多用する照明を当てただけで背景画などのないバックドロップや簡素な衣装などが醸し出すロマンチックで精錬な 雰囲気が好まれ、バランシンバレーの代表作として評価を受けている。プロのバレエ団による初演。AB、オックスフォードバレエダンス二百265ページ、バランシン百182ページ、バレエ音楽百科183ページ、オックスフォードバレエダンス辞典二29から30ページ、バランシン伝178から180ページ。ABCD、 バランシンデ182から183ページ。ABCDEFG、バレエ101物語91ページ。AB、バレエダンスの共演133ページ。バランシンデ185ページ。バレエの鑑賞入門81ページでは、6月9日、初演としている。この日付も文献によって差異があり、バレエダンスの共演133ページでは、 1934年9月9日、ニューヨークとしている。ABC、バラン神ンデン186ページ。バラン神ンデン187ページ。ABC、バラン神ンデン183から184ページ。AB、バラン神ンデン184ページ。ABCDE、バレエの鑑賞入門81ページ。ジャズポジションともいい。 普通に足先とかかとを閉じた形のポジションである。AB、これだけは見ておきたいバレエ59ページ。AB バランシン、セレナーデ・ドゥアト、ポルボス・ムエロ・サープ、プッシュカムズ・トゥショブ・バレエ・ザ・シック、新国立劇場バレエ団、チャコット・ウェブ・マガジン、ダンス・キューブ・ワールド・レポート世界のダンス最前線・フロム、東京、2009.05、11-2012年3月31日、閲覧。 舞台奥に吊り下げられる大きな幕。通常は天空や背景などが描かれている。1936年以降、舞台装置は省かれて、照明とバックドロップのみになった。ありがとうございます。